プラの対戦動画出すなんて何年ぶりでしょう。まだ6ヶ月ぶりくらいですね。どうやらこれがスプラトゥーン2最後のフェスらしいな。とまあ今回はそういうことなのでさすがにやらねばなと。要するに最後だと伸びるかなとたかりに来たわけですね。全然違いますね。それじゃあやっていきましょうか。今回使う武器はボールドマーカー7です。見た感じですが、塗りも攻撃も強くていいと思いますよ。しばらくスプラやってなかった人がどこからですかと。ちょくちょく手をつけていこうと思ったんですが、やっぱり一度やめてしまったらしばらく手をつける気にもなくなってくるんですよね。PUBG モバイルももう土曜深夜くらいしかやってないし、あとは撮影用でマイクラやってるくらいですかね。別のアカウントで投稿するあれですか。そっちが成功したらいつか公にしますよ。てかこのところどころに置いてあるよくわからない物体は何なんですか。わからないです。この実況大丈夫かな。クルエルドハート、燃え尽きるほどヒートを。サンライトイエロー。この急に何かが始まるハイテンポなノリ、前までの実況を思い出しますね。なんか鳥肌が立ってきました。でしょでしょ。寒いって意味ですよ。今じゃなんか落ち着いたような実況になってきたもんな。それにしてもずっとこうやって塗り続けるってのもなかなか悪くないものですね。こうやってずっと塗りせんと思わせて相手を倒すっていう気まぐれが自分大好きなんですよ。まあ特に何の意味もないんですけどね。はい、ただの自己満足です。これで自分の士気を上げてくんですよ。無人島に遭難して人に見立てた人形を作って言葉を忘れないためにずっとその人形と会話するみたいな。違います。近くもありません。よし上がってきてもいいんですよ。ほらおめえのことこれでバッコリやってやっからなこの野郎。なかなか思い通りになってないご様子で。私水瓶座だから仕方ないですね。急に何言い出してるんだお前。朝ですね。星座占いを見たらどうやら水瓶座の運勢が最悪だったんですよ。まだそんなもの信じてたんですか。ラッキーアイテムは天がフリップゼロバイブレーションブラックです。幸福が得られること間違いなしでしょう。 R18 宣伝すんな。お値段は 18,000 円です。まあ私は持ってないんですけどね。初見さん気づかぬうちに3連休してましたね。何年経とうがこの雑談実況スタンスは変わらないのであった。いくら雑談でもスプラから二次元離れなければ大丈夫だと思います。言ってることの意味がわからないんですが、スプラの話題から派生した話まででその先にさえ行かなければいいということです。これが私の自分ルールですね。ちょくちょくその自分ルールを気づかないうちに破ってそうで怖いんだが、あそこにちょうどいい獲物が。なら次はこいつに狙いを定め効果音やめてもらえません。いやさすがに今のはメタルスライムでも今よりかは攻撃当てれますよ。しかもやけくそになってスペシャル使ってるぞ。設置ど真ん中ですね。なぜか今自信が湧き上がってきてるんですよ。今の私ならメイウェザーも余裕で倒せるね。舐められてますよレイムさん。私にはお前を好きからがある。ちょっとそのネタはヤバいですよ。テープ回ってないですよね。マジでやめろ。コメント欄でいくらこれに関して質問されようがお答えできかねます。わからなくていいんですよ。いいですね。このギリギリのギリギリを攻めていく感じはみ出てるぞ。このリスキーな感じとてもパワハラします。あハラハラします。私たちはただ何気ない会話をしていただけです。どっかの団体や人物などには一切関係ありません。なんて言ってるうちに死んでるじゃないですか。残り50秒大事なラストスパートですよ。せめて最後の最後は真面目なプレイをして真面目な実況をしていきましょう。3秒後にはもう言ったことを忘れてそうだな。大事なラストフェスなのにこの1試合だけで終わってしまうんですか。うん、2試合連続かまた次回に投稿するかちょっと考えてます。ちょっとアンケート取ってみましょうか。おせよ。せめて1個前の動画でそういうのをやれ。ほらそこにいるのはバレてるんだぞ。ハイド&シークのプロであるこの私に挑もうなど100年早い。それ日本語で言ったらダサくなりますよ。そしてスペシャルのメガホンレーザーを使っていきます。ガチ油だったら強いんですけどね。言っちゃダメですよ。スパショとかで蹴ったら結構燃えるんですけどね。でもまあ倒せてるじゃないか。ラッキッキーですね。そして3枚抜き詰めるなら今しかないですね。ならまずグレ投げましょう。スプラ実況やるたびに毎回 PUBG の下り出てくるのなんやねん。2が3インク不足ながらも絞り出して倒していく。これで実質オールキルですよね。下に4つキルマーク出てればいいえになるんですけどね。サムネイルに使って再生数稼げてたのに汚い会話だなーってかまってやばいしな。最後の最後に死ぬこの実況の決まり恒例になってるよな。特に狙ってるわけじゃないんですけどね。さてさてこれはどっちが勝つんでしょうか。いやどう見ても完全にこっちだろう。ということで今回はこの1試合のみとなります。久しぶりのスプラだからかは知らんが方向性のよくわからない謎の実況になったな。スプラトゥーンだけ実況がかなり作りづらいんですよ。個人的にはまだフォートナイトやエイペックスの動画の方が面白いと思うんですが、何よりも問題があってですね、主が下手すぎてまともな動画が撮れないんですよ。エイペックスは一応ハンマー持ってるんですけど生えてるものがあまり撮れなくて、あとはモチベーション。最後の理由が一番なんでしょうね。とりあえず今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。正直動画は1時間くらいで作れるのにモチベーションがいまいち上がりましぇん。うんちぶー。